これね、人力車、僕ら新世界観光人力車社天力っていう会社の名前です。ここに書いてる。で、そのこの人力車の名前は相馬っていう人力車ですね。なるほど、はい、これはもう全国いろんなところで走ってた人力車を、まあ、借りて今やってます。車を走、はい、引っ張る人は何て言うんですか。これ車夫と言いますね。車夫、はい、このお願いします。よろしくお願いします。はい、そんな感じでよろしくお願いします。じゃあ乗り込んでいきましょうか。はい、どうも。はい、じゃあここでせっかくなんで、まずザ・大阪、この景色ですね。はい、ここで僕がカメラを撮りしますんで、はい、携帯かカメラか何かあれば。あります。じゃあ行きますよ。はい、チーズ。モデルがいいです。ありがとうございます。横でもはい、チーズ。はい、最後おしゃれに撮っときますね。おしゃれにね、おしゃれにも行きます。はい、チーズ。じゃあ、セフさんお願いします。はい、お願いします。じゃあ、回転します。ここも今からスタートしますね。はい、じゃあ出発いたします。行ってきましょう。声だけ出しますね。声だけね。はい、はい、また車が回しましたよ。また車回ってますよ、皆さん。浮力発電で行ってますね。浮力発電で、はい、あ、なるほど。あんだけ拾えてますか。行けます。大丈夫。結構安定してるもんですね。そうなんですよ。意外と人力車はタイヤが大きいので、あ、はい、乗り心地大丈夫ですか。はい、大丈夫です。後ろあの、はい、転がっちゃうなんてことないんですか。ないです。しっかり安全第一で転倒防止バーがついてますんでね。あ、安全ですねちょうどね、こっから向こうに見えてる、はい、あれがアベノハルカスです。あ、はい、一番背の高い。そうです、日本で一番高いビルですね。ちなみに何メートルあるんですか。300メートルあります。え、そんなにあるんですか。はい、そう。2位が横浜にあるランドマークタワーですね。あれが296メートル。そう、4メートルだけ伸ばしたのが大阪人ですけどね、やっぱね。後から建てて4メートルだけ伸ばして日本一になったというね、はい、負けず嫌いね、はい、出てますんでさすがに上まで行って展望台、なかなか眺めはいいですね。はい、隣に兵庫県があるんですけど、はいはい、その橋にある明石海峡大橋っていう橋、ここまで見えます。へえ、隣の県の橋まで見えるというね。すごいね。はい、それぐらい眺めはいいです。ではね、ここで一瞬屋根をね、はい、お分けしますよ。はい、おお。はい、すいません、失礼ですか。いや、上見てもらったらちょうど目の前にとっこりぼっこり通天閣でございます。はいはい、さっきね、トド登ってきはったの通天閣、高さは108メーターありますね。はい、すごい。そう、で向こうのアベノハルカスは300やったら、だいたい3本分ですね。それが向こうは高い。ただやっぱ歴史があるのが通天閣ですね。はい、これ見てもらってる通天閣、実はこれ2代目なんですよ。あ、そうなんですか。そう、初代通天閣っていうのが104年前に建ってて、一旦これ火事で焼けてしまうんですね。で、そこから2代目通天閣を建てました。で、この通天閣は今年で61年目ですね。61歳になります。はい、建てた時に地元の店主たちで協力してお金を出し合ったんですよ。はい、なんで大阪地元のシンボル通天閣ですね。はい、104年前初代通天閣がここに建ってた時代、この新世界の街も今とは違います。昔ここが全部が遊園地やったんです。ルナパークという遊園地、上にね、ジオラマとかあったんですけど、はい、この遊園地何がすごかったかって、ホワイトタワーというタワーと初代通天閣2本建ってました。これがなんとロープウェイでつながってたんですね。100年前通天閣登ってロープウェイに乗って遊園地まで遊びに行ったっていうのが100年前のこの街です。そう、実際できたんですか。はい、そういうのできたんですか。そうなんですよ。で、ロープウェイって言葉自体もない時代ですけどね、もう針金渡りって言われましたけど、はい、でもその時の当時の写真とかも通天閣上に貼ってたりとかして、はい、すごいにぎわってたんですよ。はい、でそのじゃあてっぺんまで針金渡りで、はい、そうそうそう、ピューって言ってたんですよ、からロープウェイで。そう、そんな時代が100年前で、今よりすごくて、もっと人もたくさんいたんですね。目的は遊園地だったんですね。そうなんです、もともと遊園地で、はい、いろんなものがあったんですけど、ローラーコースターとかもありました。素晴らしい。そんな世界を見た海外の方、この街をイッツ・ア・ニューワールドだと呼びました。はい、なんでこの街の名前は新世界なんですよ。そう、その当時の人がニューワールドやって言って、はい、その当時の名前が新世界という名前が、名前がついたわけですね。そうなんですよ。
古代通天閣ド派手な街にあったんで、形もド派手でした、はい、一応モデルこんな感じ。おお、パリの凱旋門ってあるじゃないですか、はい、の上にパリのエッフェル塔のところが古代通天閣の形です、はいはいはい、100年前の大阪人はあとパリの上にパリ乗っけてますからやっぱね。なるほどなるほど。パリオンパリで行きますか。パリオンパリね、はい。この当時の天井の絵柄、これ上は再現しております。ああ、これですか、はい、この天井の絵柄、これは初代通天閣と同じ天井の絵柄になってますね。なるほどなるほど、はい、で当時の遊園地ルナパークはニューヨークをモデルにしました。ニューヨークの上にパリの上にパリ乗っける、これ大阪人ぐらいです、はい。はい、じゃあちょっと下からね撮りますよ、はい、チーズ。通天閣をくぐるとちょっと串カツ屋とかも少なくなってきますね、はいはい、街並みもちょっと変わります。地元の人たちが昔からやってる店とか住んでたエリアとかそういったエリアになります。ここにちょっと神社があるんですけど、おあ、ここですね、はい、異世界の稲荷神社になってます。芸能の神様や商売繁盛の神様、はい、ここ104年前から建ってますね。はいはいはい、初代通天閣建てられた時に建てられた神社です。なんで残ってるのは通天閣とこの神社だけですね、はいはいはい、両方とも建て替えはされてるんですけど、ここはおみくじが無料です、はい、形変わってます。ルーレット式でございます、はい、石のルーレットをぐるぐると回して大吉から今日まで見る画期的なやつね、はい、こんなんもあります。大阪ならでは大吉いるまで引き続けれますからね、これね。自分が、あ、そうか意味ないですけどね、それしましたらねいや、そんなもんでしょ。はい、じゃあここでもじゃあその写真撮りましょうか。ありがとうございます、はい、もしよかったらね、上の電線交わってるあたりを見てもらっててもいいですか。そのままお撮りしますね、あのあたりね、はい、こんな感じですか。はい、ここからね、ちょっと道路の方走っていきますよ、はい、はい、足の方が鍛えてますね。もうね、慣れっすね、これって人力車って。あ、そうですか、はい、あんまりもうしんどいとか思わない、初めだけですよね、はい、やっぱり信号守るわけですね。もちろん信号はねはい、もう何場所すぐそこですからね桜のシーズンはちょうどこの坂をずっと登っていったところ、四天王寺というお寺があるんですよ、はい、日本で一番古い最古の1400年前から、あの聖徳太子がね建てた四天王寺の中に極楽浄土の庭っていうのがあって、結構ねこれがあんまり知らなくてみんな、はいはい、こういう都心の中にある庭なんですけど、もう別世界ですね、そこは。そこは春とかね、僕らおすすめしてよくあのお客様と行くことが多いんですけど、なかなかいいですよ、あれ。あ、そうですか。はい、中でお抹茶いただけてね。あ、はい、そうですか。はい、これも大阪の地形が関係してて、はい、大阪っても基本的に全部こっちに上がるのは全部坂なんですよ。ああ、はい、で、登ったところを上牧第一というんですかね。はいはい、で、昔は大阪そこしかなかったんですよ。海や川に囲まれて、この坂を下ったところは全部海やったんですよ。はい、これもう地形のやつ見てもらったらもう分かります。なんで上に登った上町第一周辺にお寺や神社っていうのがすごい密集してます。安井神社の向こう右手に見えてるのが一心寺というお寺ですね。はい、400年前大阪夏の陣冬の陣の時の徳川家康の本陣がある。なるほど。ここは、はい、ここはこれが安井神社という神社ですね。最後その木村がここで亡くなってしまったんですけど、はい、あ、ここでね、はい、なるほど、はい、またゆっくり今度。そうですね、はい、中に入られた時にまた、はい、すごい雰囲気がありますんで。なるほどなるほど、はい、ちょうど突き当たりに見えるのが四天王寺ですね、はい、なるほど、はい、面積は甲子園3つ分ですね。広いですね。めちゃめちゃ大きい。ちょうど登ったところが上町第一の橋で、南の端には大阪城があります。はい、はい、なんで大阪城はやっぱ昔は海と川に囲まれてたお城やったんで、はい、もう徳川家康も織田信長も大阪城は絶対欲しいって取り合ったお城が大阪城です。
あそこに見えるのはあれが、はい、あれが四天王寺です。四天王寺ね、はい、はい、ただこれが一心寺、二要素変わってるでしょ。素晴らしい。二要素って武器持ってるんですよね。え、武器持ってる、武器持ってますからね、二要素って、ね、あ、そうなんですか。はい、ただこれは持ってない、ちょっとモダンな二要素になってます。で、ここにね、ちょっとまつわるお話があるんですけど、はい、はい、友はお酒は飲みますか。はい、結構飲みます。いや、少し少しで、ね、ここにね、本田忠勝というね、徳川方の有名な武将がいたんですけど、はいはいはい、本田忠勝の息子さん、本田忠友という方のお墓がここにあるんで。なるほど、はい、で、この方は何があかんかったかって、すごい有名で強かったんですけど、酒癖悪かった。酒を飲んでは戦に、酒を飲んでは戦に、で、最後酔っ払って戦場なくなってまいります。はいはいはい、はい、で、最後に一言言ったのが、恨むべきものは酒なりと言ってなくなっていきます。なるほど、はい、で、この人の墓がここにありますね。なんで、この人のお墓を参れば酒がやめれるということで、酒封じの神として有名です。大事ですね。大変ですね。はい、ダッシュですね。下りはね、はい、ブレーキがないんでね、実はね。そうなんですか。まあ、筋肉ブレーキね。よろしくお願いします。乗り心地大丈夫でした。はい、大丈夫です。また新世界に帰ってまいります。すごい普通の道になっちゃいましたね。そう、一気にまた静かになるんです。おー、もういい感じですね。こっちから見てもらった通天閣もの表情が、はい、こういうね、下町の代表します。これ映画館です。映画館ですね。今もやってますよ、これ。3本立てで1000円です。はい、あ、そうですか。で、この看板見てください、これ。これ全部手書きなんですよ。え？これ、未だにこれ昔から職人さんが手書きで書いてあります。はい。なんで、2週間ぐらいおきに、どんどんこれ変わるんですね、看板も。その度に書き直す。はい。通天閣の新世界界隈、ちょっと路地入れば、はい、すごい昭和レトロな街が残ってるっていうのがいいんですね。はいはいはい、んで、お店とかも入った瞬間に昭和みたいな、はい、時代がタイムスリップしたんちゃうかって言われるぐらい。こういう路地とか見てもらったら、はい、僕勝手にゴールデンストリート呼んでますけど、本当にね、いい店ばっかりある。はい、そこに酒の穴っていう店と神田屋っていう2つ居酒屋があるんですね。ありますね。酒の穴ってめちゃめちゃ雰囲気いいところがある。あ、そうなんですか。はい、で、神田屋は大阪の名店酒場の表紙にもなったお店です。はい、それがあったり、右側に越前、だるま、やっこっていうこの住みつく串カツが並ぶんですけど、はいはい、この3つも目の前でカウンターだけで大将が揚げてくれる串カツ、そういうのを味わえる。うん、だるまはいいよなんて言われたんだけど、はい、目の前行ったら菊池総本店行ってもらったらいいですよ、はい、雰囲気めちゃくちゃあって。あ、そうですか。新世界内にも4店舗あるんですよ。あ、そんなに。そこが総本店発祥の地ですね、だるま。はい、こっちには動物園もあります。はい、あ、なるほど。うん、どうなんや。初めにね、ちょっと言ってた、これスマートボール、ここですわ。はいはい、100円で25発、結構遊びます。遊べるのも新世界、ここぐらいですからね。はい、これレトロな、設定レトロな遊びをするっていうのがいいですね、またね。はいはい、で、この裏手にジャンジャン横丁っていう商店街もあるんですけど、はいはい、ここも立ち飲み屋が並ぶようないいエリアですね。ではでは、との悲しいお知らせでございます。はい、ありがとうございました。こちら帰ってきましたんで、終点にさせていただきます。すいません。はーい、じゃあゆっくりよろしますね。はい、では、おおきにありがとうございました。はい、どうも。ありがとうございます。撮れました。大丈夫です。はい。